バスプ航空は、ブラジルのサンパウロ市を拠点にする、航空会社。2005年に運航を停止した。バスプ航空のサーブスカンディア型機バスプ航空の、マクドネルダグラス MD-11 型機ボーイング737から2001933年11月3日に、サンパウロ州の州立航空会社として、サンパウロ市内にあるコンゴニアス国際空港を拠点に、 運航を開始した。その後ブラジル経済の発展に合わせて着実に業績を伸ばし、第二次世界大戦後にはバリグブラジル航空やレアル航空、クルゼーロ航空などと並びブラジル有数の規模を持つまでに成長した。ダグラス DC-4 などの大型機の導入を進めたことで、1965年にはバリグブラジル航空に次ぐ国内第二の航空会社になった。 1960年代後半には、日本の日本航空機製造 IS-11、機をサンパウロ・リオデジャネイロ支線やサンパウロ・クリチバなどの国内艦船や巡環船に就航させる。また、1970年代に入るとボーイング727から200やエアバス A300 を導入し、国内線の高需要路線に投入したほか、これらの機材を使って、 隣国のアルゼンチンやボリビア、ウルグアイなどに近距離国際線を運航するまでになった。1990年に民営化された後には新たに購入したマクドネルダグラス MD-11 を使用してロサンゼルスやマイアミなどのアメリカ路線に参入したほかサンパウロからロサンゼルス経由で関西国際空港への乗り入れを開始するなど積極的に 長距離国際路線への参入を開始した。一時期、ボリビアの大手航空会社のラボ航空に資本参加し、機体にバスプと同じ塗装をさせていた。しかし、これらの無理な拡大路線と国内の競争激化により、経営状況が悪化し、長距離路線の運行も間もなく停止した。さらに、2001年9月に発生したアメリカ同時多発テロ事件を受けて、 国内外路線の乗客が激減し、2002年にはすべての国際線を廃止し、国内路線に特化することで、経営状況の安定を図った。しかし、ゴル航空などの国内格安航空会社の参入などによる競争激化の余波を受けたこともあり、経営の悪化に歯止めがかからずに2005年初頭に全便の運航を停止する。サンパウロ地裁が命じた。 会社再建案が提示されなかったことで、経営陣の工作を封じるための措置が取られた。その後経営立て直しを模索するも、解決案が出ず、結局2008年9月4日に、サンパウロ会社公正裁判所により破産宣告が下された。バスプ航空は控訴する方針を示したが、このまま終焉を迎える可能性が高まった。5000人の従業員は、 支給が約束されたはずの4ヶ月分の給与と13ヶ月分のボーナスが支給されず、経済的に困窮し、再就職もうまくいかず、ノイローゼとなり自殺する者も,も出たと言われる。なお、ハサンジの所有機であった、ボーイング737から300やボーイング727から200、エアバス A300 のうち数機は、コンゴニャス国際空港の整備エリア内に10機ほど、 放置されたままになっていた。その後、2014年に開催される FIFA ワールドカップ開催や、2016年にリオデジャネイロで開催される夏季オリンピックの開催までに、これらの放置機材を処分することが必要であると言われていたことを受け、2013年に解体と撤去が行われた。バスプ航空のエアバス A300 型機バスプ。 破産宣告に上訴日経新聞2008年9月10日付ありがとうございます。